坪井の坪でアナ・アキゴンボウジさんのお便りですが、少数の苦情で中止になった例の講演会、今度はあれですかね、苦情に対する苦情が多くなったんですかね、一転 <laughs>、うん、点開催することになったそうですという、はい、あの、上野さんの。 ね。はい。あの、山梨での講演会。はい。これが、あの、ちょっと、内容的にどうかということでという講義が来たもんですから、やることになっていたんですけども、中止になってしまったいうのを昨日ちょっと言いましたですね。はいはい、はい。上野千鶴子さん、社会学者の方ですけどもね。はい、はい。今までもいろんな論争やなんかを引き起こしてですね。ええ、え結構、あの、話題となる人。 ちょっと過激な言葉で、こう、主張をね、おっ、はい、しゃる方ですので。はい,はい。うんはい、というのが、また、一点開催するようになってしまいました、いうことでして、ええー、ええー、ですよ。昨日私文句言いましたけども。うん、ね、はい、一旦決めたいうことは決めたんですから。はい。ね。で、今回、あかんいうな、ここがあかんというんであれば、それ、最初決めた時に、はい。あかんですよ。はい、この過激な発言は、公共のあれに合わへんと。うん。ね。本当は、 公務員としてはそこまで口挟んではいかんけど、心の中で思って。 最初から企画せなんだらいいんです、別に。<laughs> 思,っ思っただけで。<laughs> ね、<laughs> 企画せ <laughs>、まあ、な。かったことにして、別の社員ってやれば何も進むこと決めたわけですから。うん、で、またあかんのか、ということですね。うん、小栗万月さんからもいただいております。月曜日の放送で上野さんという方の講演が市民の反対で中止になったという話がありました。以前にも桜井よし子さんの講演が慰安婦の強制連行はなかったという趣旨の発言をしていたため、市民団体からの圧力で中止させられ たことがありました。坪井さんがよくおっしゃる弁士それまでというやつですね。うん、戦中戦前は言論統制が厳しかったと言われますが、集会や講演はできました。話がまずい方に行くと弁士それまでと言ってやめさせられましたが、会を開くところまでは禁止とはされませんでした。まあでもまあ大政翼蔵会みたいなので結構あの <laughs> 空気としてはなかなか言いにくいあの、うん、こともあったんでしょうけど、まあまあ会そのまま読みますが、会を開くことまでは禁止されませんでした。 そうやって考えると自分たちと違う意見は言わせないという、今の方が言論の自由は保障されていないのではないかと思ってしまいます。異質なものは排除するというのは、 浦和レッツサポーターが掲げた横断幕に通じるものがあるような気がいたしますねということでね、今、あの戦前と比べて、言語のあれが保証がどうのこうのちょっと置いといたとしても、はい、桜井さんもやっぱりそういうことがなんかあったらしいと、はい、いうことらしいですね。 ことって時々耳がしますけれどもね、うんまあ、今回はなんかちょっと、うん、あの事情をいろいろこう、私なりに組んでみると、はい、あの前の市長が決めたことで、今、望月市長の前の代に決まったんで、はい、今度、市長になってこれ、これはあかんやないかと。決めたのはだから望月市長、はい、決めた時には望月さんは市長ではなかった,か、ね、なかったということ、ね、らしいですね。 ちょっと引き継ぎ段階で、その辺のところの諏さんが昨日言ってたようなところが、ちょっとうやむやになってた部分があるのかな引き継がなあかんと思いますし、そうでれはまあ、その仕事としてあるわけですからね、民主党になって、安倍になったら、安保条約がなくなるかいったら、やっぱり、そういうなんか継続性みたいな、政治の中には、そういうことよね、でも変えれるもん変えてもいいです、しょうけども。 の多ん賛否両論、いろいろあると思うんですけど、やっぱ、うん、あのやめて何も言わないで葬り去るっていうんじゃなくて、ここで一体何を言うのか、何を主張するのかを聞いて、うん、あこの人ええわと判断するか、この人あかんわと判断するのかっていうことが、はい、やっぱりそれは声を発することによって判断で、で私たちはできるわけですからーパ大会とかパネルディスカッションもやったらいいと思うんですけど、ね、<laughs> はい、やっぱね、本当に中止のあかんな、うんで、またそれも撤回しましたいのもぐら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 してるなあという印象ですね。うん